習近平しか中国国内で見られる異変。アメリカの無入信財務長官、20日、ロイター通信のインタビューで、通貨安で中国が不公正な利益を得るのは間違いないと、人民減安を問題視する考え、明らかにしました。中国が為替操作しているか非常に注意深く審査するとも話していて、アメリカ財務省が10月にまとめる為替報告書で、中国を為替捜査国と認定すると 制裁措置を検討するという運びになります。またトランプ大統領も20日ツイッターで中国や EU などは通貨を操作し金利を低くしていると指摘しています。アメリカと中国が貿易だけでなく通貨でも火花を散らすということなんですが、常野さん、はい、いかんでしょう。これね、はい、あのチャイナというのはあの見た目は変動相場に見えるんですけど、はい、実際にはあのまあ、えー、フロート製為替フロート性と言ってですね、えーえー、中央銀行が、はいえー、こっからここまで変動していいよって幅、はい、決めてるんですよ。えー、なのでこれ これは固定相場なんです。固定相場っていうのはもう為替操作ですから。だから為替操作国なんですよ。そのまわ分かってるんです。問題は今ね実勢レートが人民元高かもしくは人民元安、どっちに増えてるかということなんですが、チャイナの経済があまりにも悪くてね、今実はね人民元安に実勢レートが触れてるんですよ。もともとね。そうなんです。だからもし変動相場戦したら人民元大暴落するかもしれないので、だからそのむしろあのムニュシン財務長官が批判してるのとは裏腹にね、チャイナは暴落を防い防ぐために。 今もう一生懸命なんかやろうとしてるんです。金融引き締めやろうとしたりとか。まあ為替介入はちょっと効かないけど、どうなのかなっていうのもまあいろいろやってるんですよね。で、結果としてね、あの、通貨防衛をするとどうなるかというと、国内景気が悪くなるんです。はいはい、なんでかっていうと、人民元が大量に溢れてるから人民元安でしょ、はい、人民元吸収しなきゃいけない。はい、でもお金を吸収するってことはお金の量減りますよね。はい、お金の量が減ったらデフレですよ。はい、デフレは貨幣減少ですから。はい、貨幣を起こす現象なので。なんで、今もし為替レートをですね、維持するためにね、まあ人民元の暴落防衛のために <laughs>、 この、えチャイナ人民銀行がですね、徹底的な金融引き締めと、まあ為替介入を行うと、チャイナの経済悪くなってしまう。でも、チャイナの経済悪くなるから、今人民減安なんでしょ悪循環じゃないですか。これ止められないかもしれないですよ。で、これで制裁発動とかになると、ますますチャイナ景気悪くなるってことで、みんな人民元売りますよね。で売って人民元下がると、アメリカは、為替操作まだやってるじゃないかって、また怒って、どんどん悪い方向に行ってしまうっていう、可能性があって、これあの、ほっとくとね、最終的にはアルゼンチン型の国家破産になる可能性も、ゼロではないです。 どれぐらいで確率でなるかわからないですけど。今のところは、だから、あの、本来ですね、人民元はですね、1ドル6.7人民元ぐらいであれば、まあいいところなんですけれども、今ね、6.8に限りなく近づいていって、これが6.97と、どん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 こう人民元が安くなっていくと、これ2015年と同じことが起こる可能性があると言われてますね。2015年はチャイナショックを置きかけたんですよ。チャイナショックを置きかけたのを習近平は警察を使って防ぎました。 警察を使って。はい。あのね、証券会社に警察が乗り込んでって、株売る奴を片っ端から逮捕するというですね、むちゃくちゃのことやって。で、上海総合指数の構成銘柄、約ね、90%を取引停止にして、で、残りの10%を買わせ、あの、買わせ作っていうか、ほとんどその、株価操作してですね、無理やり指数を作って、で、なんとかそれで2年間来られたんですよ。2015、2016とものすごいチャイナ経済景気悪かったんです で、2017年に、まあその、え、2016年終わりぐらいかな。金融緩和して、で、2017年ちょっとこう即打ちしたんですよ。 で、でも、金融緩和したので、ほら、人民元安ですよ。金融緩和するってことでお金の量を増やすってことでしょで、これで人民元安になって、またこれトラブルになってるという。今、踏んだり蹴ったりな感じですね、チャイナはね。はい。そういうことが多い。これがポイントです。でもね、あの、今、ラジオ機の方も、こう、漠然と捉えてると、中国はね、はい。世界第二の経済大国だ。なんて言っても。そですよね。その内情っていうのは、まあ、いろんな危機が。そうですね。ん。絡んでると。2015年に一回滅びてもおかしくなかったんで、あの時、上海総合指数が、ほとんど6000% ポイント台に近いぐらいだった五千八百とかから、一気に三千ポイント割れまで、半年になりましたよね。あれで人民が大損したと言われてるんですけど、はい、で、これでもしね、あのー、まあ、為替レートを維持するために。国内の金利を上げたりとかすると、<ー>不動産バブルがクラッシュするかもしれないですよね。はい、そうすると、また人民が怒り出すということで、<ー>ちょっと怒りの、えー、まあ、ボルテージが上がってるというふうに思ってもいいんじゃないですか。はい、また、あの、アメリカとね、中国の貿易摩擦は激しくなる一方で。はい、貿易摩擦が激しくなってから、中国の。 国家主席が貿易に関する発言を控えているというふうに、これ、日経新聞には出てるんですよね。そうアメリカを挑発しすぎたということで、ビビってるんです今で貿易戦争が加熱して国内で雇用不安が広がると責任問われかねないので、発言を控えているという指摘があるんですでね。あのの例えば大豆 え、制裁関税っていうのやりましたよね。アメリカはだからチャイナに対して今、340億ドルの今、品目を対象にですね、関税かけましたけど、これもうすぐ8月入ると、プラス160億ドル。500億ドルになるんですよね。で、これのせいでね、チャイナの経済ちょっと、あの、調子悪くなってるのに、何をその、血迷ったかですね。あの、アメリカに対してじゃあ報復だとか言って、大豆に関税かけるってやったんですよ。そうするとね、大豆の値段が上がっちゃうわけですよね。でもチャイナでは、あの、油を絞るのに大豆もいるし、豚の餌で大豆がいるんですよ。 食えなくなくるるととととと人民ががもううううう怒怒りり出しししますののでで、えー、爆発しそそだったらやばいといいことで今どてか大豆にかけた関税と同額の補助金を出しますって言って、<laughs> じゃあ関税やんなきゃよかったじゃんみたいなことになってるんです。えーはい、これはあの東大の川島裕之先生がね、JB プレスに書いてるので、詳しくお読みいただければと思うんですけど、はい、これ結局ね、もうね、茶番劇みたいになってしまいまして、えー、で、あの、大豆に関してはですね、チャイナ乾杯です。ははで、その豚肉の値段が上がり始めると人民が怒り出すってことで、そのいわゆる牧獣革命ね、 最近流行ってますけど。はい、習近平のポスターの顔のところに牧汁かけた女性が、行方不明になって。はい、で、その、えー、娘が行方不明になったって言って、探してくださいってやった弁護士とお父さんも行方不明になって。はい、で、俺を捕まえてみろとか言って、全国各地で習近平のポスターに、あの、ね、墨汁かける動画が上がってきちゃって。はい、で、ポスター今撤去しろっていうことでやってるんですよ。はい、だからちょっとね、チャイナ政府はまあビビってますね、今ね、えー、これにね。はい。はい、さて、その習近平国家主席をめぐってですね、今月から中国国内で、まあ、異変が起きているということなんですけど、うん 中国共産党の機関紙、人民日報などの管制メディアの一面から、習近平国家主席の名前が消える日が増えるだけではなくて、うんえー、中国の夢とか偉大なる復興というですね、この習語録という、この横断幕も外され始めていると。えー、今月4日にはある女性が、独裁暴政に反対すると叫びながら、ね、これ先ほどのですね、牧場、はい、をかけるという動画が公開されたと。はい、まだから、えー、その牧場をかけたり、横断幕が取っ払った りりり取っ払れたたととかかですね名名前前がが習近平国家主席の消えてきいろんな動きがこれや、っぱり貿易あのね、だから、スタートはね、あの、去年の共産党大会で、まあ、終身独裁者みたいな感じになったんですよ。ところが、まあ、その、日本ではもう、これ習近平がもう、軍も全部掌握してなんとかってたんですけど、そんなにチャイナ簡単じゃなかったんですよね。そういうふうに彼はまあ、対外的に見せてましたけど、実際にはそうじゃなかったんです。でも、その、対外的にそうやって見せてたことは、チャイナにとってものすごく すごい不利だったんですよ。それなんでかって、その独裁国家が為替操作勝手にやって、ね、しかも、あの、技術をパクってアメリカを抜くとか言ったわけですよ。もうこれアメリカこれでブチってきちゃったわけですよ。お前ふざけんなよということで叩かれてみたら、案外弱かったと。で、その習近平の周りの人見お前これどうすんだみたいな感じで習近平言われて、あ、いやー、みたいな感じで。で、もこれポスターも、僕場かけられたらもうメンツ丸潰れたから撤去な、とはい。ね、もうこういうこと言うとダメだから、あんまり調和するようなこと言っちゃダメだろ、みたいな感じで。その独裁権力にちょっと限りは、我々が思ってたほどの独裁じゃ かもししれないいいいととととううこころにトーンンダウてるですよねでも、だからといって、習近平失脚って言うと、そこまで言ってないですからね。ここ気をつけなきゃダメですよ。日本のメディアね極端なんですよ。独裁者ってなったら失脚してみたりとか、歴史教科書じゃないんだからね。元禄時代すごい景気良かったのが、ある一つで財政難になったりするでしょ。あれね、わけ、あれわけわかんないですよ。それで私、経済で読み解く、明治維新っていう本書いてね、あの、本当はどういう真相だったのかってなったんですけど、まあ、そんなもんです。だから、極端から極端いけないですけど、まあ、言うほどの独裁権力はどうもなかったんじゃないかっていうとこ あとポイント八8月上旬にね中国共産党のあの例の重要な会議の北大河という重鎮たちが集まる会議がありますけどもここでだからどういう動きが出てくるんです大体ねこう全人代では何も起こらないんですあの出てくる人が多すぎて工作できないんでこういうのがやばいとんですよ中央委員会とかね人数少ないと工作できちゃうのでんで何が起こるかわからないです。